パパ気持ちいいかな、パパ気持ちいいかな、リナちゃんを、リナちゃん。覚えたての鏡の文字で一生懸命書いた手紙をいつも喜んで褒めてくれた、大事にしまっておいてくれてた。時々母は泣いてて、父は怒って、「兄はテレビを見てた」